ずは日本の心、寿司屋のインゴ。東京奥沢で365日休まず一流の味を提供する寿司の入船。特にマグロに対するこだわりは日本一だという、この道50年の寿司職人、本田克美。江戸時代から続く日本の食文化の代表、寿司。お寿司屋さんには様々な隠語があります。例えば、ヒラメの兄貴出してくれる？はい、ヒラメの兄貴出してくれる？はい、あ、兄貴？兄貴とは一体どんな意味があるんでしょうか？兄貴、まあ我々業界ではよく使う言葉ですよ。あの、新しいものは弟、古いものは兄貴。兄貴とは兄弟の兄貴、弟から来ており、古いものは兄貴と呼ばれます。しかし寿司ネタによっては兄貴の方が美味しいものもあります。熟成するというか、旨味が出てるというか、白身なんか特にそうですよね。へーって思うかもしれませんが、ヒラメやタイなど少し寝かした方が美味しいネタによく使われます。さらに、赤貝くれる？はい、赤貝山です。山？はい。あ、そう、山？一体どういう意味なんでしょう？もう物がないよということなんですけどね、その品物は終わりましたという意味なんですよ。山とはなくなってしまったという意味で、山梨県の山梨から来ていると言われています。お寿司屋さんの隠語には全て意味があるんです。知っていればお寿司屋さんに行くのが楽しくなる。